3D テープで、室内灯製作。Amazon で買った LED テープです。12V、5m です。190円で販売されていました。室内灯を作って、加藤189K に取り付けてみました。この189K は、6両で、4500円で販売されていたジャンク品です。DC12V を引火すると、このように光ります。約5センチの間に、3灯の LED がついています。赤い線を引いたところで、カットして使うこともできます。12V で点灯する LED なので、そのまま電圧のかかる配線で、室内灯を作ってみました。約10センチの間で、6灯の LED が点灯します。ブリッジダイオードを使って、極性を一定にします。どのように光るか見たかったので、現物合わせで作成しました。あとは点灯させてみて考えることにします。屋根に、両面テープで固定することにします。ブリッジダイオードは、1個で40円から50円ぐらいで、買えます。これは終電用の銅板です。500円ぐらいだったと、思います。一応、出来上がったのですが、ちょっと問題発生。加藤の純正の室内灯を、取り付けた、オハフ51と並べて、光り方を見てみます。テスターで、線路にかかる電圧を確認します。明るくすると光り方がわからないので、暗くします。現在は、線路に電圧は、かかっていません。テスターの表示は、13.5mV です。1mV は、1000分の 1V です。パワーパックのスイッチを進行にして、出力を徐々に上げます。線路に、3V 弱の電圧がかかった時点で、オハフ51のテールランプが、わずかに、点灯しています。テスターの表示は、2.88V です。少し電圧を上げると、オハフ51の室内灯がわずかに、光ります。189K の、室内灯は、まだ光っていません。テスターの表示は、3.28V です。さらに、電圧を上げます。オハフ51の室内灯が、明るくなってきました。テスターは、3.42V を表示しています。このあたりで、オハフ51の室内灯は、完全に点灯しています。テスターの表示は、4.19V です。モーター車も動く電圧ですが、189K の、室内灯は、まだ点灯しません。さらに電圧を上げます。残念ながら、189K の明かりは、まだつきません。テスターは、5.05V を表示しています。ここでやっと、189K の、室内灯が点灯します。電圧は、5.54V になっています。6灯なので、光り始めると一気に明るくなります。さらに電圧を上げます。このあたりになると、189K の、室内は明るすぎる感じです。電圧は、6.16V です。走行させる場合の電圧も、このあたりでしょう。今回の実験に使っているパワーパックです。加藤、パワーパック、スタンダード、S です。さらに電圧を上げます。189K の、車内は、眩しいほどの明るさです。テスターの表示は、7.01V です。もう少し、見ておきましょう。189K の、室内は、昼間より明るくなっています。オハフ51は、随分前から電流制限されています。7.94V です。LED テープは、12V 用なので、まだ明るくなりそうです。9.97V です。普通に走らせるときは、ここまで電圧は上げないでしょう。このパワーパックの最大出力です。189K は、かなり電流制限を、したくなります。12.9V です。この実験で、LED テープを、そのまま使ったのでは、低い電圧では点灯しないことと、電圧を上げていくと明るくなりすぎることがわかりました。
オハフ51に取り付けている LED は1灯ですが、LED テープは3灯で1セットになっています。おそらく図のような回路になっていると思われます。直列の配線のままでは点灯させるための電圧が高くなります。そして電流制限のためには CRD を使った方が簡単そうです。こんな回路にすれば低い電圧で光らせることも可能ですが、実装は困難でしょう。LED テープ単体でもう少し確認して効率のいい光らせ方がないか実験してみます。今回はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございます。